さて今日はハヤブサイレブンの選手の皆さんに来ていただいています。よろしくお願いいたします。お願いします。それではまずお一人ずつ自己紹介をお願いします。ハヤブサイレブンの岩田拓也です。よろしくお願いします。長里元気です。長里ゆうきです。永井雄一郎です。はい、ハヤブサイレブンどのようなチームなんでしょうか。はい、私たちは、厚木市を中心に J リーグ参入を目指しているサッカークラブになります。はい、地域密着のチームということで今季ね大活躍でしたよね。厚木市の皆さんもねきっとファンが多いと思いますが、そんな皆さんから今日はお知らせがあるということなんですが何でしょうか。はい、今日は僕たちハヤブサイレブンを応援していただいているレンブラントホテルさんよりこれからのお正月におすすめのおせちを紹介したいと思います。はい、おせちですね。こちらにもありますけどとっても豪華な内容になっていますがどのようなものなんでしょうか。はい、今年はですね、和食、洋食、中華とバリエーション豊富な内容になっております。一つずつ、ホテルのシェフの方が手作りで作っておりますので、うん、ぜひ皆さんも食べてみてください。はい、和洋中選べるんですね。はい、お正月ね皆さんで集まる機会にぜひねおすすめのおせちになっています。おせちいろいろ種類がある中で今回は中華を用意していただきました。そして選手の皆さんにはそれぞれお好きなものを取り分けていただいています。それではじゃあ早速召し上がってみてください。いただきます。いや本当にいろいろあって美味しそうですね。岩田選手いかがですか、お味。めちゃくちゃ美味しいです、うん、はい、僕ちょっと海外にいたのであんまこういうおせちとか食べる機会なかったので、うん、やっぱこうやっておせち食べれる幸せが、うん、本当に。しかもそしてめちゃくちゃ美味しい、やっぱりいただきますね、もっと、うん、うまい。そして優希選手は、はい、みんなの中で一番よそってましたけどもいかがですか。なんでまず最初にちょっとシューマイをこういただいたんですけれども、うん、シューマイの上にカニが乗っかっていて食べた感じもやっぱりこうなんていうんですか、冷めてはいるんですけどそのジューシーさがこう伝わってくるっていうので、うん、とても美味しかったです。はい、皆さんに召し上がっていただきましたが美味しそうなおせちまだ予約間に合いますか。はい、まだまだ間に合います。おせちの予約は12月20日まで受け付けておりますので皆さんぜひこの機会に予約をお願いしたいと思います。はい、ね、いろいろ種類あるから迷っちゃいますね。そうですね、うん、はい、まあ、皆さん迷っていただいて、うん、はい、いろんなものをチョイスしていただけたらなと思います。はい、はい、申し込みは、あ、そうですね、申し込みは、うん、お電話もしくはレンブラントホテルさんのホームページからできますのでお気軽にぜひよろしくお願いします。はい、ご予約お待ちしております。そして選手の、ね、皆さんの今後の活躍も期待してますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。レンブラントホテルさんのお世辞とても美味しかったです。皆さんぜひこの機会に予約お待ちしております。